1920年頃のタオス・プエブロ・プエブロは、メキシコ北部とアメリカ合衆国南西部、特にニューメキシコ州やアリゾナ州に残るインディアンの伝統的な共同体、集落を指し、またそこに住むインディアンを集合的に呼んだ言葉。現在およそ3万5千人のプエブロ・インディアンがいる。プエブロという名称は、スペイン人によって名付けられたもので、人々を意味するラテン語の単語、 ポップヤラスに由来するスペイン語の単語で、町、集落という意味。アドベと呼ばれる日干しレンガで作られたアパートのような集合住宅を構えていたことからこの名前が付けられた。水を運ぶアコマ族の女性。エドワード・エス・カーティス撮影現在知られている、およそ25のプエブロ民族が、それぞれ現存する、プエブロ集落を構えている。タオス、アコマ、ホッピ、 ズニなどが有名である。いくつかのプエブロ民族は、何、世紀も続いているアドベで作られた集落に居住していて、その打ち倒すプエブロはユネスコの世界遺産に登録されている。歴史的なプエブロ集落の居住者は、しばしば集落の外に他の家を持って住んでいる。プエブロ集落周辺の町や都市では、アドベレンガかまたはそれに似せた広報による建築が多い。また、 現代のプエブロ集落に加えて、有志以前の起源を持つアナサジの居住地跡など、南西部の考古学的な関心が集まる史跡が多数、点在している。彼らは、スペイン入植以前の3つの文化的グループの子孫で、あると考えられている。十六世紀末には、スペイン人の入植が始まったが、リオグランデ川流域を囲む砂漠は、十九世紀半ばまで、 大規模なヨーロッパ人の侵入を排除した。スペイン伝道所は、プエブロの宗教者や宗教施設を殺害、破壊して、カトリックへの改修を強制したが、プエブロのインディアンたちは、伝統的な宗教を維持し続けた。キリスト教者による武力による宗教弾圧に対しては、1680年にはポペ、率いる集団が、プエブロの反乱を起こし、武力で抵抗した。 ナバホ族、コマンチ族、アパッチ族などの略奪部族は彼らの伝統的な敵であった。スペイン人は1692年以降、彼らの伝統的な敵を共通の敵とすることで同盟し、守備よくニューメキシコを再征服することができた。プエブロ集落は大きな共同の建物で、それぞれの家族は建物の一つの部屋に住んでいる。家族が大きくなったら、 横に部屋が付け加えられる。タノアゴではないプエブロとえ、メスの中では部屋の所有権は主に母親から娘までの母系である。従って、ホッピアズにケレス、またはえ、メスの男性が離婚したら、彼は母親か姉妹の家に移動する。一方でタノアゴのプエブロは不敬である。プエブロは、ほぼトウモロコシの農業のみによって、定住自活する。 インディアングループである。彼らの宗教行事は、トウモロコシの種付けから、収穫期間、雨乞いなどで構成されている。また、集落に近づくバッファローを狩ることもあり、バッファローの到来を祈る。バッファローダンスは、野生のバッファローが白人によって絶滅させられた現在も続けられている。布を織ることは、ヨーロッパ人の到来以前に、 プエブロに知られていたが、彼らが旗織りを知ったのが、アステカよりも前なのか後なのかは不明である。しかし衣服は高価であったため、スペイン人の征服後に、いつも装っていたというわけではなかった。他のインディアン部族の例に漏れず、兵装は動きやすい腰布の姿だった。銀在工に引い出た部族が多く、トルコ石と合わせた、インディアンジュエリーなどの工芸品は、世界的に評価が高い。 プエブロの筒型大根も民芸品として人気があり、サンタフェには彼らの工芸品を扱う専門店が常設されている。アルバカーキにはプエブロ文化センターがあり、彼らの伝統的な宗教行事を見学できる場となっている。農耕民族であるため、トウモロコシを中心にチリ、サヤエンドウ、玉ねぎ、ニンニク、ヤムイモ、カボチャ、ニンジンなどを食す。 ホルノスという釣り金型の野外用オーブンをパンや他の調理に使い、ベイクドキャロットなどのラタトゥイユに似たオーブン料理がよく知られる。ニューメキシコ州のプエブロの地図ラグナプエブロの住人現在、アメリカ連邦政府によって19のプエブロ族が公認され、先祖伝来の領土を保留地として領有し続けている。イスレタ族のもう一つのバンド、イスレタ、デルスル族の保留地は、 連邦都州の領土事情で、ニューメキシコ州ではなく、テキサス州に含まれている。また、ホッピ族、ズニー族は、プエブロ族に含まれていない。サンファンで、グアダルーペプエブロバンドと、グアダルーペプエブロバンドの二つの部族は、連邦から公認されておらず、彼らは、ピロマンソー・オッティはインディアン部族として、連邦承認を要求中である。プエブロは、それぞれの言語によって、 大きく4つのグループに分けられている。A、プエブロピープル、または、プエブローズ、西、モーゴロン、西、ホーハフコム、西、アナサジ、アズママサオ、クックブックに見るアメリカ食の謎27ページ。ありがとうございます。